高校サッカーの名門校、市立船橋高校サッカー部は全国屈指の強豪校として多くの市民から活躍が期待されています。今週の船橋シティニュースは、新チームとして4月から新たなスタートを切った高校サッカー日本一を目指す市立船橋高校サッカー部の活躍を特集でお送りします。昭和31年に創立された市立船橋高校、通称市船は、スポーツの各種競技で全国レベルの実力を誇り、これまでに数多くのトップアスリートを輩出しています。昨年のインターハイではサッカーやバスケットボール、水泳、バレーボール、体操、陸上競技で活躍を見せてくれました。中でもサッカー部は高校歴代最多のインターハイ8回、全国高校選手権5回の優勝経験を誇り、過去にプロサッカー選手およそ70人を輩出するなど、高校サッカー界屈指の名門校です。現在の部員数は3年生30人、2年生29人、1年生32人の91人。代々受け継いできた球際と切り替えと運動量を目標に掲げて、日々厳しい練習に励んでいます。昨年度の市船サッカー部はインターハイで準優勝、全国高等学校サッカー選手権大会ではベスト16入りするなど、素晴らしい成績を残しました。球際と切り替えと運動量っていう、やっぱ3つのテーマがあるんで、そこはもうどの年代になってもテーマは言われるので、そこは多分負けちゃいけないところだと思うし、そこだと思います。副キャプテンという立場で、みんなから指名されてやっている上で、人よりもチームを引っ張るとか、そういう自分個人よりもチーム意識っていうところには心がけています。チームを率いるのは浅岡隆三監督、市船サッカー部の OB でもあり、監督に就任後はチームを2度日本一へと導いています。毎回紅白戦でこうやるときに話をしている通りです。もうそこで結果出せないやつはもうさよなら、ね、それはもういつも言ってる通りだと。そこで気迫見せられない、違い見せられない、結果出せない、掴み取れないであれば、もうそこまでだからもうしょうがないね、受け入れろ。じゃなくて自分の人生変えるつもりでやるんだったら、それなりの、ね、パフォーマンスを持ってやってもらいたいと。それはうまくいくいかないは別問題、そこはまず大前提ね。この日の練習では、市船サッカー部主催の船橋招待アンダー18サッカー大会へ向けて、紅白戦を中心とした調整が行われました。ちょっと選手権に出てた分、指導がやっぱり他のチームと比べて1ヶ月半2ヶ月遅れているところもあるので、まだちょっと今年の色っていうものが確定しているような形ではないですが、伸びしろのあるチームだというふうに見ています。どんどんこの1年間伸びていくチームになるだろうというような期待感を持って今運営をしています。30年近く高校サッカー界のトップを走り続けてきた市船の強さは、伝統を堅くなに受け継ぐという選手たちの意識の高さだと浅岡監督は話します。歴史とか伝統とか、やっぱりそういうものを背景にですね、強力なバックアップを受けて、こう脈々と受け継がれた遺伝子というものが、やっぱり我々スタッフだけでなく選手たちにも伝わっていますし、高いモチベーション意識、そういうものが強さの秘訣かなというふうには思っています。今年の注目選手は、昨年の全国大会で先輩たちと数々の試合を経験したキャプテンの杉岡大樹選手と、副キャプテンの甲高弘選手、そして2年生の杉山暖斗選手です。杉岡選手は17歳以下の日本代表や高校選抜チームにも選ばれるなど、数々の国際大会で活躍を見せる実力派で、体幹の強さ、クレバーさ、
球際の強さを武器に守備の要としてチームを勝利に導きます。前に得点できるっていう突出した選手がいない分、全員で攻めて全員で守ってチームがまとまってる感じがあります。一人一人の意識の高さだったり、そういう人間的なところはすごく言われるので、まあ、そこから来てる強さなのかなと思います。副キャプテンの甲選手は1年生の時から杉岡選手とともにレギュラーとして試合で活躍しています。自分の持ち味としては、まあ、ボールを受けるっていうか、ボールに関わり続けることが自分の持ち味だと思ってて、まあ、攻撃の起点になることだったり、ボールコントロールとか、まあ、攻撃の潤滑油として、まあ、前に攻めていく力とか、まあ、いろんなところに顔を出していく力っていうのが自分の持ち味です。今年17歳以下の日本代表に選ばれた2年生の杉山選手は、深い守備位置からオーバーラップして攻撃に転じるなどスタミナがあり、攻守の両面で対応できるオールラウンドの選手です。中学校3年の時からやっぱりこの一流な意識し始めて、そのすごい高いレベルで優勝とか全国の優勝回数も多いですし、そういうところでプレーするっていうのは、まあ、責任とか、その今まで積み重ねてきた歴史とか思いとか感じながらやってます。チームとしての目標は、あの世代にかかわらず日本一チャンピオンを取るということですが、やはり卒業後にそれぞれの選手が次のステージで活躍できるような選手になってもらいたいという思いを持ってやっています。まあ、その中で選手権においてはやはりチャンピオンを取りに行くチームを1年間かけて作っていくということには変わらないかなと思っています。監督が伸びしろがあると話す今年のチーム、まずは夏のインターハイに向けどのくらい成長するか楽しみです。続いては市船サッカー部主催で開催された船橋招待アンダー18サッカー大会の様子をお届けします。今月1日からの3日間、宝殿公園を含む千葉県内6カ所のグラウンドで船橋招待アンダー18サッカー大会が開催されました。今回で21回目を迎えるこの大会は、本格的なシーズンを前に全国の強豪校や J リーグのユースチームなどを招いてハイレベルな実践経験を積むために毎年市船サッカー部の主催で行われています。市船サッカー部がもう県外の招待試合とか大会で鍛えていただいて成長させていただいてきたというような歴史がある中で、地域に還元するとかこう貢献していくような場面というものがなかなかなかったので、千葉船橋の地にやっぱり全国の強豪校をお呼びして大会をするということでの地域貢献という意味合いが非常に大きいかなと思っています。今大会には全国高校サッカー選手権で決勝を戦った東福岡高校と国学院久我山高校も参加しました。全チームが4つのグループに分かれて予選リーグを戦い、その後各グループ1位の4チームによる決勝トーナメントと順位決定戦が行われました。全国トップクラスのチームが集まったこともあって、予選から白熱した試合が繰り広げられました。予選 A グループとなった市船サッカー部は、昨年のインターハイと全国高校サッカー選手権で激戦を繰り広げた東福岡高校と3度目となる対戦、結果は2対2の引き分けとなり、予選リーグを2勝1分けとするも得失点差で惜しくも2位で予選リーグを終えました。大会最終日、順位決定戦の初戦ではB グループ2位となった広島県の強豪広島南高校と対戦しました。序盤から市船は相手の出方を見ながら慎重にパス回しを行いチャンスを伺います。対して広島南、パスでボールを動かしながら速い展開を作り積極的にシュートを狙いますが、市船の杉岡選手を中心とした守備に阻まれ、前半から均衡状態が続きます。
後半戦に入り、パスを積極的に回して攻撃のチャンスを作りたい市船。しかし広島南の厳しいディフェンスにゴールを阻まれ、なかなか得点につながりません。攻撃と守備が激しく切り替わる展開が続いた試合は0対0のまま終了。 PK 戦へともつれ込みました。緊迫した PK 戦は5人では決着がつかずサドンデスに突入。6対6で迎えた市船の11人目のキッカーは好セーブを見せたゴールキーパーの長谷川選手。落ち着いてゴールを決め、市船が勝利をつかみました。大会の決勝戦は昨年の選手権を制した東福岡高校と神奈川県の強豪桐光学園が対戦しました。試合は序盤から東福岡高校のペースで進み、ミドルシュートやカウンターからの攻撃で連続得点を決めるなど、選手権王者らしい圧倒的な力を見せつけ、試合は7対2で東福岡高校が優勝しました。1戦目、苦しい戦いで勝利した市船は、前橋育英高校との5位決定戦に挑みます。序盤からグラウンドを広く使って素早いパス回しからシュートを狙うなど、市船が積極的な攻めを見せて試合の流れを握ります。市船の先制ゴールで1点リードで迎えた後半戦。前橋育英の攻撃に市船のディフェンスが崩されてしまい、得点が奪われます。最後まで粘りを見せた市船でしたが、追いつくことができず惜しくも1点差で敗れました。去年の人たちが結構すごい活躍した方たちいっぱいいるんで、まあできたら頑張っていただきたいなと思います。いろんな強豪チームとできて、すごい自分たちの力も大体分かったし、いい機会だったと思います。ゴールを奪い切るっていう課題のところでは、まだまだ足りないなって感じましたし、チームとしての勝負弱さっていうところが、また改めて感じたと思うんで、しっかりとこれから勝負強さっていうのを身につけてやっていければいいなと思いました。全国的な中での立ち位置、自分たちのチームがどこに今いるのかというような相対的な評価というものがまずできたというところが一つの成果かなと思います。点を取る形をどう作っていくかとか、今後の方向性が見える大会になったので、それについても成果があったかと思います。日本一を取るために最大限の努力をしていく、愛情を持って、私も OB ですので、後輩の指導に全力を持って当たるという意識でやりたいと思います。今大会の結果は6位に終わりましたが、全国レベルの選手たちとの試合で得られたものは多かったのではないでしょうか。全国制覇を目指す市船サッカー部の戦いから目が離せません。では最後にお知らせです。船橋市内で市役所職員を装った還付金詐欺が多発しています。市内での還付金詐欺の被害件数は昨年の同じ時期と比べて 3.5 倍以上と深刻な状況になっています。電話でのお金の話は振り込め詐欺の可能性があります。私は騙されないなどと過信せずに、不審な電話があったら警察や市役所に相談してください。市の職員を名乗り ATM に誘い出そうとする電話があれば、それは確実に詐欺です。くれぐれもご注意ください。それでは今週はこの辺で失礼します。